はいどうもこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ビザのタッチ決済が Apple Pay に対応、最大1000円相当がもらえるキャンペーンを開催。 複数枚もいけます。ということで今回はビザのタッチ決済についてですね。この動画ではついにあのビザのタッチ決済が Apple Pay に対応したということと、それに加えてお得なキャンペーンも発表されましたので、そちらについてお伝えします。もしですね、対象のクレジットカードをお持ちの方であれば誰でも参加することができますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、本日かなりツイッター上でも話題にはなっていたんですけども、あのアップルペイでビザのタッチ決済が使えるようになりましたということで発表されました。いや、これね、ほんと、いつ対応するのが対応するかということでね、かなり話題にはなっていたんですけども、本日の5月の11日より使えるようになったということでございます。 でですね、使えるようになっただけではなくてですね、またお得なキャンペーンも発表されたので、そちらも見ていただきたいと思います。それがこちらですね。Visa の Apple Pay 対応記念最大1000円分プレゼントキャンペーンということですね。まあまあ、ほんとね、使ってくださいキャンペーンがまあうまいことで、まあ僕もね、早速これに参加しようかなと思うんですけども、ちょっとキャンペーンの詳細なんですが、まずここですね、期間中に Visa のタッチ決済を Apple Pay でご利用いただくと、漏れなく最大1000円分。で、還元率なんですけども、ご利用金額の15%相当、 をプレゼントしまますすとといいうことでございますなのでね、今回はこの15%還元っていうところがポイントですね。で、このキャンペーンの15%分に関してはベースのポイント還元を含みませんということですので、例えばナンバーレスのカード、三井住友ナンバーレスのカードとかであれば、ベースポイントが5%分あると思うんですけども、まあ、セブンイレブンとかローソンとかマクドナルドとか、 ファミリーマートとかそういったところでタッチ決済をしたら5%分があるんですけども、それは含まれないと。なので、この単体でね15、15%還元がされるということになります。で、キャンペーンの期間が5月の11日火曜日、本日から6月の30日の水曜日までの約まあ1ヶ月ちょっとのキャンペーンなので、まあまあ長く使えるかなっていう感じですね。で、条件は今お伝えしたように期間内に Apple Pay でビザのタッチ決済をご利用くださいということですね。これ後ほど設定方法と決済方法については後ほど解説をしますので、そちらを見てください。で気になる 対象のカードなんですけども以下のビザブランドのカードが対象ということでございます大きく分けて今回3つに分かれておりますねざっと見た感じ三井住友カードそして ANA のカードそしてビザナインペッククレジットカードということで結構ね見かけるカードかなという風に思いますでですねただ三井住友カードのこのスタンダードカードという風うに書いてるんですがここをですね実際にクリックすると対応の対象の三井住友カードの一覧がずらりと出てきますまあ、例えばね今 お伝えしたいのは三菱みつもカード N.L. ナンバーレスのカードであったりとか、三菱みつもカードのプラチナとかプラチナプリファードとかまあ、そういったものであったりとか、あとは三菱みつもカードこれ通常のカードも対象と、あとはねこういった他のカードも対象ということでございます。でこの ANA のカードに関してもクリックしたらご覧のような感じでカードの一覧が出てきたりですとか、ビザの l ラインペイクレジットカードに関してはこの単体でねビザラインペイクレジットカードというのが出てきますので、まあもしねこれら該当するクレジットカードを持っている方であれば誰でも参加することができます のでぜひ、ここはね、チェックしておいてください。で、特典なんですけども、条件を達成された方に、最大1000円分50、50,15%分をプレゼントいたしますということで、まあ今回ね、付与されるポイントが若干変わってくるんですが、ここにも書いている通り、ご利用のカードによって、特典の付与方法が異なり、異なりますので、ご注意くださいということなんですが、例えば、三井住友カード、スタンダードカード、もしくは ANA のカードの場合は、V ポイントで付与されると。ですけども、ビザの l i n e p a y クレジットカードを持っている方であれば、ご請求金額へ還元されるということです。 いいわゆるまあ重当にちょっと近いのかなので、それぞれね、ポイント付与されるか、請求金額に還元されるか、まあ、そこがね、覚えておいた方がいいかなというところでございます。しかもね、このキャンペーンのいいところはここなんですよね。 特典は、条件を達成したカード1枚につき最大1000円分を付与いたしますということですので、これ何が言いたいのかと言いますと、例えば、この三井住友カードのスタンダードカードを持っている方であったりとか、ビザのラインペイクレジットカードを持っている方、それぞれね、1枚ずつ持っていたら、それぞれで1000円分が最大付与されるので、もしね、該当するカードを複数枚持っている方であれば、参加するね、幅がかなり広がるんじゃないかなと思いますので、まあね、そういった方はかなりお得に使えるかなと思います。 で、特典が付与される時期についても、これはカードによって若干変わってきますので、ここもチェックしておいた方がいいと思います。まあ、いつ付与されるのかはね、また同じようにここら辺をクリックすれば、それぞれ付与の時期が出てきますので、まあ、ここもね、事前に覚えておいた方がいいかなというふうに思います。で、もしこの時期ですね、新規で三井住友カードに入会された方で、新規入会特典と本キャンペーンの特典が重複した場合、本キャンペーンは対象となりませんということでございますので、いわゆる三井住友カードのキャンペーン ハッシュレスプラン5000円分の還元があるんですけどもそういったキャンペーンがそれと併用して使うことができないということでございますのでここはねもし新規入会された方はちょっと気をつけておいた方がいいかなという風に思いますで実際にどんなところで使えるのかここはね先にチェックしておいた方がいいかなと思うんですけどもこちらはねビザのタッチ決済ビザの公式ページなんですがこのページのですねちょっと下に下がっていただくとご覧のようなところが出てきます例えばスーパーマーケットのところですねクリックするとご覧のように一覧で出てきます イオンであったりとか、イトーヨーカドーとか、ダイエーとか、マックスバリュー。まあ、結構ね、こういったところが、えー、立ち決済に対応してるスーパーマーケットであったり、あとドラッグストアであれば、まあ、ウェルシア薬局、僕が住んでるとこはないんですけども、ここも立ち決済に対応してると、飲食店であれば、まあ、あまりね、利用することは僕今のところないんですけども、お、餃子の王将も一部対応してるっぽいですね。あとはマクドナルドはもちろんですし、タリーズとか、スキア、モスバーガーも対応してますね。はま寿司とか。まあまあ、飲食店も対応してるところがあるので、 もし、ね、利用される方は。 ここら辺でね、消化していくのが結構いいのかなっていう風に思ったりします。あ、ちなみにコンビニに関したらね、こんな風に、ポップラ、ミニストップ、ローソン、ファミリーマート、あとはね、こちらのバナナチップス屋さんもね、対応してますんで、まあ、ここら辺で利用してみるのは結構ありなんじゃないかなという風に思います。でですね、僕は今現在、今回のこのキャンペーンの対象カードを2枚持っております。この赤いカードは、ビザ、ラインペイ、クリストカード。そして、こちらに関しては、三井住友カード。これは通常の三井住友カードですね。これナンバーレスではなくて、通常の三井住友カード。ちなみに、 ナンバーレスのカードに関しては僕はマスターカードで発行してますので今回はこの2枚が僕が持ってるカードでは対象のカードということになります。 で、設定方法なんですけども、iPhone の方はですね、ここの設定から入ったら、ウォレットと Apple Pay という項目があるので、ここをタップしたらですね、今、自分自身が設定している画面が、Apple Pay の画面が出てくるんですが、今ですね、僕、もともとあの、Apple Pay に、三井住友カードとか、あと、ビザのインペイクレジットカードを設定していたんですけども、事前にちょっと設定を解除しております。その方がね、ちょっとわかりやすいかなと思うんですが、で、早速、カードを追加してみたいと思いますので、ここのカード追加というところをタップすると、Apple Pay の画面が出てきますんで、 真ん中下の続けるというところをタップするとですね、カードの種類が出てくるので、ここでクレジットカード等というところをタップします。そしたらですね、下にですね、他のカードを追加というところがあるので、ここをタップして、ここのカードを追加という枠内にカードを入れてくださいっていうことで、ここでカードを読み込むような画面が出てくるんですけども、まあね、三井住友カードとかビザンペッククレジットカードはちょっと特殊な書き方というよりかは、カード番号が裏面にあるので、この下のですね、カード情報を手動で入力というところですね、タップします。 したらですね、もろもろ入力して画面がどんどん進んでいっていただくと、オレットでメインカードに設定というところがあるので、僕はね、今はしないをタップします。そしたらですね、これでしっかりと三井住友カードが Apple Pay に設定できまして、今までなかったここにですね、Visa というロゴが入るようになりました。これちょっとなんか嬉しいですね。確か今までなかったはずです。ちなみにですね、決済するときなんですけども、この画面の状態で、 クレジットでお願いしますというふうにお伝えをして、あとはかざすだけで大丈夫です。そしたらですね、セブンイレブンの場合は、おそらくピーっていう音がな、なるような感じなので、おそらくエラー音みたいな感じの音がなると思うんですが、それであればすぐに決済ができます。一応公式ページにはビザでとかで、ビザでお願いしますみたいな感じで書いてるんですけども、おそらくまあそれで伝わるとは思うんですが、タッチ決済でお願いしますって言っても、やっぱりね、なかなか世の中に浸透してないということがあったりするので、 とりあえずこの画面の状態でクレジットでお願いしますっていう風にお伝えして、あとはかざすだけで決済がすぐにできるということになります。まあね、やってみてわかるんですけども、タッチ決済はめちゃくちゃ早いです。で、ついでにですね、Visa の LINEPay クレジットカードもバッチリと設定することができまして、ここにビザのロゴが追加されております。 で、さらにですね、あの、V ポイントアプリっていうのがあると思うんですけども、三井住友が提供してるバーチャルプリペイドカードなんですけども、それもさらにね、僕も設定し直して、ここの Visa っていうロゴが追加されました。これもおそらくタッチ決済ができるかなというふうに思います。ちなみにこのカードに関したら、キャンペーンの対象外になってますんで、それは気をつけてください。それでは本日お伝えした Apple Pay に Visa のタッチ決済の対応したキャンペーンのまとめについてですね、 キャンペーンの期間なんですけども、5月の11日から6月の30日まで。で、条件なんですけども、キャンペーンの期間内に、Apple Pay のビザのタッチ検査をすることで、キャンペーンに参加することができます。で、対象のカードなんですけども、一応大きく3種類。三井住友カードのビザのタイプ。そして ANA カードのビザのタイプ。そしてビザラインペクレジットカード。こういったものが対象となります。細かいところは公式ページを見てみてください。で、特典なんですけども、最大1000円分が付与されます。15%還元ということで、まあ、ざっくりとした計算にはなるんですけども、 およそ6,667円程度を利用することで上限に到達するかなというふうに思いますですけども三井住友ナンバーレスについてはコンビニを利用することで実質20%還元を受けることができますまあ理由としたらシンプルで今回のキャンペーンが15%還元それに加えてタッチ決済をすることでローソン セブンイレブン、ファミリーマート、あとは、マクドナルドもここに加わるんですけども、それで、ビザのタッチ決済をすることで、通常の特典の5%付与もされるので、三井住友ナンバーレスはね、実質20%還元を受けることができます。まあ、若干ね、ポイント付与の時期とか、おそらく変わるかもしれないんですけども、こういった方法もかなりね、利用できるんじゃないかなというふうに思います。で、付与されるポイントなどに関したら、三井住友カード、ビザと ANA のカードに関しては V ポイントが付与されて、あと、ビザの隠蔽、クリストカードに関しては請求金額に還元がされると、 いうことになりますで、あとですね、付与される時期なんですけども、これはカードによって変わるので、こちらも公式ページをチェックしておいた方がいいかなというふうに思います。で、最後になんですけども、先ほどからお伝えしているキーワード、三井住友ナンバーレスのビザのタイプを発行するなら、もうこれはね、口酸っぱくお伝えしてるんですけども、ぜひともこれはポイントサイト経由を強く強くお勧すすめします。というのがですね、まあ、かなり本当、ポイントサイト経由をすることでお得なんですよね。今回お伝えさせていただくポイントサイトは、こちら、チョビリッチっていうポイントサイトなんですけども、これ これがチョビリッチの公式ページとなります。チョビリッチから三井住友ナンバーレスの探し方なんですけども、このページの右上に虫眼鏡のマークがあるので、ここをタップすると、こういったキーワードを入力する画面が出てきます。で、ここのキーワードのところで、カタカナでナンバーレスという風に入力して検索をかけます。そしたらですね、ナンバーレスのカードがここに出てきます。今現在はポイントアップ中というところで、これをタップすると、 ご覧のような三井住友カードナンバーレスの情報が出てきます。一応、チョビリッチでは1万ポイントと出てるんですけども、今回はこれ5000円相当に該当するので、もしね、このチョビリッチでこの三井住友ナンバーレスを作ったら5000円がもらえるというニュアンスで大丈夫です。ですけども、この5000円に関したらこれは5月11日時点での情報にはなるので、これ日によって変動する場合がありますので、ここは気をつけておいてください。日によってですね、ポイントがアップしたりとか、ポイントが下がってたりする場合もございます。で、作成する際はこのサイトに に行くサイト行行くをタップすすると三井住友カードの発行の発画面が出てきますでこの画面を下に下がっていただくと、今現在、三井住友カードがですね、独自のキャンペーンをやっておりまして、最大5000円相当がもらえるキャンペーンというのもございます。 まあね、もらえる条件とか、ここに細かく記載されているんですけども、もし、チョビリッチ経由で、三井住友ナンバーレスを作成したら、今回5000円相当がもらえたりとか、もちろんこれは現金化とか、他のポイントに交換することもできたりとか、あと三井住友カードの5000円相当までももらうことができるので、実質ね、これで1万円分がもらえるということになります。まあ、ナンバーレスはね、本当セブンイレブンファミリーマート、ローソン、そしてマクドナルドを利用される方は、もう常にタッチ決済で5%還元なので、もしね、発行される いいいい方は検討してみてみもいいかなという,ふうに思いますちなみにね、先ほどキャンペーンのページにもあったんですけども、新規入会キャンペーンと併用することができないというような記載があったので、今お伝えしたキャンペーンには参加できないっていうこともあるかもしれないんですけども、長い目で見てこのカードは結構有力なカードになるかなと思います。まあそんなこんなで今回はアップルペイについにビザのタッチ決済が対応したということについてと、それに関連するキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いやほんとね、このビザのタッチ決済が 対応するのかということでねかなり首を長くして待っていた方も多いかなという風に思うんですが今回のねこのタイミングで本当に対応して良かったかなという風に思います今回この Apple Pay で対応したことによってまあ、普段からタッチ決済でビザのカードを持ち歩いていた方がまあ、使う場所にはいるかもしれないんですけどももう持たなくても良くなるっていう場合もあるかもしれないのでここはかなり大きくなるんじゃないかなという風うに思いますやっぱりね 僕が使ってるお財布も結構小さいお財布を使ってるので、カードをほんと2、3枚ぐらいしか入れてないんですよ。そのカードが1枚減るって考えたら、まあかなりね、ミニマルな生活を送れるんじゃないかなというふうに思います。で、一応ですね、先ほどお伝えしたキャンペーンの公式リンクと、それに加えてポイントサイト、ちょびリチの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも下の概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。